関西でいうところの、それあの、六甲おろしです。リアル現場主義もうなんか最近ね、はい、もうちょっと重たすぎますよ。前回のは青春、ラムの青春日記じゃない。いやもうちょっとね、ステーキが続いてるんで、ちょっとそろそろあの、ご飯が食べたいです。いや、じゃあ今日はもうすごくライトな話で、最近岸和田をすごい取材してたりしたんですけど、あのまあ基本的にはだんじりの話をしつつ、なんかちょっと岸和田の名店をちょっと案内してもらったりとか、偉い人とご飯食べたりとかさせてもらったんですけど、まあそんな中でちょっとやんちゃな人に話を聞いていたらですね、女の人とこうドライブをしていて、山の中に置いてきたっていう話をしていてですね、殺したりとかひどいことしたりとかじゃなくて、ただ単に置き去りにしてきた。なんかそういうのよう聞くじゃないですか。うん。で、関西でいうところの、それあの、六甲おろしですよ。多分六甲の話だったと思います。マジで？うん。柏木さんっているんですけど、あの、大阪でライブハウスとかやってらっしゃる、もともと、あの、岸和田出身なんですよ。で、それで六甲の方でもバイトしてたことがあったらしくて、山の方で。したら女の子が来て、わー、やっと電気のあるところに来たって。だから結局山の中で降ろされた女の子が、なんとか歩いてこう道路をとぼとぼ歩いてきて、やっとコンビニに入れて安心したみたいなのはあったって言ってたんで、結構本当にあるんだとか、本当にそんなことするんだと思って、でなんかそれがね、僕今東村山に住んでるんですけど、まあそれ関係なく、なんか東村山の暴走族だった友達がいたんですけど、その人に話を聞いてても、なんかすごいこうすごい生意気だったから山に置いてきたっていう話をしたりとか、その人じゃないけどもっとひどい話だと、スカートを取って、だからまあパンツの状態にして山に置いてきたとか、なんかそういう話ってまあまあ聞くじゃないですか。うん、あれって本、まあ本当は本当なんだろうけど、なんでそんなことするのって僕の中で、僕はまあ車も乗らないのもあるし、あんまりそんなことは到底できないですけど、なんかみんなその話するよなって。いや、そう、話はよう聞きますよね。パンダの世界でも聞くわけでしょ、やっぱり。パンダの世界でも確かによく聞きますけど、でも、それをやったっていう人とは会ったことないですね。あ、そうですか。やっぱりね、なんか、結構まあ、今もあるのかなと思って、まあ、ありそうな気がしますね、この流れだとなんか。いやー、あるでしょうね。でもこれってなんか、北海道とか青森とかって死んじゃうでしょ、だって。いや、だからそっちは、やっぱないんちゃいます。まあ、夏だけ、夏季限定とか。夏季限定。いや、でもね、北海道熊いますからね。あと北海道距離感が。なんで、あの、なんか北海道で山行くって言ったら、うん、距離がえらいことになるんで。ですよね。多分、例えば六甲山とかやったら結構まあ、何キロか歩いたらもうマジで着いちゃうので、うん、ちょっと軽い軽みたいな感じなんじゃないですか。軽い軽。うわ、マッチョ、すごい怖。なんか、8時間ぐらい歩けばなんとか道には出れるみたいな。あれですよ、昔、小学生がバケツ持って立っとけ、みたいな。だから、お前ちょっと8時間歩け、みたいな。そんな感じなんですかね。ただ、夜怖いですけどね。いや、めちゃくちゃ怖いでしょ。いや、死ぬほど怖い、死ぬほど怖い。もう、だってね、車ビュンビュン走っていくわけだし、他の、そういうやんちゃな人に、ね、さらわれちゃうかもしれないし。だし、車乗ってる人も怖いですよね。山走ってたら、前から急に女の人がふらーっと歩いてるじゃん。めちゃくちゃ怖いですね。だから結構なんか、密室の恋というか、ちょっと殺人に近いような行為だよなと思って。まかり間違えばね。ね、結構ちょっと、わーって、なんか僕は結構自慢げに話してるのを多分、3、4人聞いてて、聞くたびにめっちゃ引くけど、めっちゃ引いてる感じ出すと怒るんやろうなみたいな。ああ、そうそうそう、マジすげえっていうのがコツなんですよね。まあ、すげえはすげえからね。素晴らしいとか言ってるわけじゃないから。まあ、なんか確かにヤンキー文化でその手の話はよくありますよね。なんかちょっとね、怖いよなと思って。まあそれすんのも怖いですけど、ええ、それをするところに行く人もまた怖いですけどね。なんか結局チャンス大城さんとかがね、埋められたみたいな話あるじゃないですか。チャンス大城さん埋められてそうやな。そんな大阪のドライブでどうなってるの。
皆さんね、ぜひ山の中に人を置き去りにしないようにしてくださいね。はい、東村山もやめてくださいね、なんか仲良くみんなで帰ってきましょうね。じゃあまあ、そういうのは本当にあるっぽいってことですね。本当にあるっぽいってことですね。でもまあ、本当にそれでね、跳ねられちゃったりすると本当に危ないからね、よろしくないですよね。でもそこまで行くと多分置き去りにした人とかも何らかの何人かになりそうな気がするし、なんかそういう意地悪は、ダメ！リアル現場主義でしたー。